皆さんこんにちは。絶望フリースタイルフットボーラーのぶです。さあ今日はですね873日目ネクロール連続10回挑戦ということで今日もやっていきたいと思います。はい、ちょっと声がむせそう。はい、ということで、やっていきたいんですが、やっぱりキャッチを早く、そしてボールを上げるタイミングもちょっと早く、できればかなと思います。さあ、では早速ですね、行きたいんですが、そっか、ちょっと失礼します。ちょっとタイマー設定してもいいですか。すみません。6時55分までちょっとね撮影をしたいと思います。はい、すいません。よし、ではさあ早速やってみましょう。さあ、よし、いいっすね。OKOK。 ちょっと形は悪かったんですが、5回行くことができました。よし、ではきれい、やば。よし、あべ、ミスった。あれ、キャッチしっかり。
疲れた、なんか止んだ雨が。ああなあ遅くない、ここ遅いんですよね、いつもキャッチが。ああここキャッチ遅いよ。そう自分でなんか分かります。はいですね。さあ、できる。頑張れ。頑張れ、頑張れ。さあ、オッケー。あーめ、キャッチ、しっかり。
キャッチできん今。横向きでちょっとやってみよう。すいません、ちょっと今ありがとうございます。はい、なんだこれ、こうか。はい、ということで、すいません、よいしょ、これこうした方がいいか。はい、ということで今日は何回行ったかな、最高で5回ですかね、5回行きましたけど、なんとなくまあ普通なんかパッとしないような感じでしたけど、でもまあなんだろうな、ちょっとこう自分なりにこう意識してこうやるように、なんか意識できてこう継続的に意識しながらなんかできるようになったかなと思いますね。はい、肩からボールを離す瞬間だったりとか、あとボールをこうキャッチする意識、あと早く、落下地点に行く意識とか、まあ、そういったのがこう意識して、なんかできるようになってきたっていうのが、なんか自分なりのいい点かなって思います。はい、なのであとはまあこの動画をまた見返して、ちょっとねどうやればいいかなっていうところで、また、自分のプレーを、まあ、改善点を見つけてやっていきたいと思います。はい、さあということで、いかがだったでしょうか。まあ今日は雨だからね、ちょっとこちらの方でやっております。はい、まあ最近雨が続きますけどね、あのもう一日一日、まあ雨の日もいい日もあるということで、はい、まあどういう理由なのかわかんないんですけど、でも雨は雨でね、あの楽しんでいきたいと思うし、ね、濡れたって死にはしないし、なので、まあ、一日一日を大事に生きていきたいなと思いますし、そうですね、また、お会いできればと思います。はい、ということでありがとうございました。では、これでおしまいしたいと思います。ありがとうございます。またお会いしましょう。それでは失礼いたします。